今回は大谷翔平、山本由伸がワールドシリーズ初制覇、日南で小さな一歩が未来を変える、大谷翔平と山本由伸の原点です。まずは簡単に経歴です。大谷翔平、山本由伸ともメジャーリーグベースボールで活躍するスーパースターとして知られています。大谷翔平は1994年、山本由伸は1998年に生まれ、お互い高校時代からその才能が注目されていました。大谷翔平は2012年に北海道日本ハムファイターズに入団し、投打両方で活躍する二刀流として話題になりました。一方、山本由伸は2016年オリックスバファローズに入団、圧倒的な成績で令和の怪物とも称されました。現在は2人とも MLB のロサンゼルスドジャースに所属し、ワールドシリーズでも存在感を発揮する選手として世界中にその名を響かせています。そんな彼らが達成したワールドシリーズ初制覇は決して一朝一夕には成し遂げられません。それは小さな一歩を積み重ねていくことでしか近づけないのです。なぜなら、目標に向かって日々積み重ねる小さな努力がやがて大きな変化を生み出し、自分を未来へと押し上げてくれるからです。その積み重ねがやがて自分を形作り、夢の実現へと導く最強の道しるべになるのです。以下3つのポイントです。1、大谷翔平は幼い頃からメジャーリーガーという夢を抱き、その実現に向けて一歩ずつ進んできました。子どもの頃からの小さな目標を達成し続けることで、やがて彼は夢を現実に変える強さと自信を育んできました。その一歩一歩の積み重ねが今メジャーリーグの頂点で輝く姿となって、私たちに小さな一歩の力を伝えています。2、山本由伸も日々の地道な練習を決して怠らず、一歩一歩の積み重ねを信じ続けてきました。日本の舞台で磨き続けた技術と努力が今メジャー挑戦への原動力となり、彼の背中を押しています。小さな積み重ねを大切にする彼の姿勢が、世界という大きな舞台でさらに輝く力へと変わろうとしているのです。3、大谷翔平と山本由伸の姿はどんな大きな目標でも小さな一歩から始まるという事実を私たちに教えてくれます。彼らが成し遂げたことは、夢や成功をつかむ道には何気ない毎日の努力が必要不可欠であることを示しています。小さな積み重ねを大事にしてきた彼らだからこそ、大きな目標を達成することができたのです。本日は以上となります。最後に教えてください。あなたも自分の夢や目標に向かって小さな一歩から始めてみませんか。どんなに小さくても今の一歩が未来に大きな変化をもたらす可能性があります。まずはその一歩から共に始めましょう。コメントで教えてください。